こんばんは。今日も外から帰ってきました。今日は短期のお仕事でテンポラリーワークというんですが、外でお仕事をしてきました。外の勤務なので寒いんですけど、で前回働いた時にあまりにも寒かったので、プライマークで先日このタイツを買ってきたんですが、この裏地付きのモフモフのタイツじゃないですね、レギンスを買ってきたんですけど、これがすごく当たりで、結構分厚くてですね、これをズボンの代わりに履いても大丈夫なぐらい結構しっかり分厚いんですけど、裏がこんな感じでファーがついてるんですね。なんですけど、ジーパンの下にも履けたので、これがあったおかげで腰が冷えずに一日震えることなく働くことができました。あとはユニクロのウルトラライトダウンを2種類持ってきていて、ベストのタイプと、と腰より長いウルトラライトダウンのロングダウンを着て仕事をしました。もうこのレギンスとウルトラライトダウン2枚重ねて、あとこのこれが GU のニットなんですけど、これ日本から持ってきたやつですごいお気に入りなんですが、もうその4つ、レギンスとライトダウン2種類と、あとこの GU で買ったニット、この4点で寒さ対策がすごいできました。あともう一つ、プライマークでこの間分厚い靴下を買ったんですけど、それも良かったです。スニーカーのつま先から冷たい風が入ってきてて、結構下半身が底冷えする状態だったんですけど、プライマークの靴下が結構分厚かったので、それで防寒対策ができました。なので真冬でも意外と外で働けるなっていうのを今日思いました。今晩ご飯を作ってる最中なんですけど、簡単ではありますが今日の晩ご飯をご紹介したいと思います。で今先日買ってきた牛肉を焼いています。焼き方はあまりにも日本で調理するやり方と一緒なので撮影するか迷ったんですけど、こんな感じでお肉を焼いております。今表面に塩と胡椒を振りかけました。で、あと今オーブンで冷凍なんですけど、フィッシュパイを焼いています。今日は晩ご飯でお肉とパイと、あとさっき買ってきたサラダを食べたいと思います。この大きい調理用のフォークがあるので、これを使ってひっくり返します。結構いい焼け具合になりました。今日の晩ご飯はこんな感じです。先ほど焼いたお肉です。こちらは味付けは塩コショウのみです。ソースをかけたいんですけど、まだ引っ越し前で調味料が変えてないので、塩コショウの味付けだけにしてます。でこちらはスーパーで買った冷凍食品のフィッシュパイです。今日初めて食べるので、どんな味なのか楽しみです。あとはカットレタスをさっき買ってきたので、それにガーリックマヨネーズをのせました。とこちらはさっき作ったミルクティーです。ということで、いかがでしたでしょうか。
今日はお肉を焼いたので結構豪華な晩ご飯だったんですけど、普段は野菜と冷凍のラザニアだったりピザだったりカレーライスだったり冷凍食品を中心に晩ご飯を食べてます。あとはパン食べたりソーセージ焼いたり目玉焼きを焼いたりしてます。引っ越し前で調味料があんまりないっていうのと、キッチンの使い方があんまり分かっていなかったっていうのもあって、オーブンで焼けば食べれるものを結構食べていたかなと思います。これから引っ越してキッチンに慣れてきたら料理をしてみようかなと思うんですけど、多分あんまり料理しない気がします。また時々どんなご飯を食べているのか更新していこうと思います。最近はですね、家が決まってから結構気が抜けて、睡眠のリズムがルーズになってしまったりして、今日は結構寝不足です。なので、もう一回睡眠のリズムを整えて、ちゃんと生活を送りたいですね。まだかかりつけ医に登録してないので、風邪とかをひいてしまうと結構ややこしいことになるなと思うので、健康は大事にしていこうと思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。